はい、それではね、こちらコットン&リネンのね、金沢刺繍の紹介になります。はい、でまずね、この生地のね特徴なんですけども、ベースの生地がですね、綿麻のね、キャンブリックになっております。で特にねこのフラックスカラーっていうところがね嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。まずねこのナチュラルなねこうカラーを楽しんでいただきたいなと思います。でこのベースのね上に施してあるこの刺繍なんですけども、石川県のねこう金沢でねこう刺繍しました。あの金沢ってね、あの実はですね、あの日本でもねこう刺繍の名産地としてねこう有名なんですけども、このねハンドメイド感が特徴なんですよね。いい意味でねこうナチュラルなねこうデザインをねこう楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。このフラックスのね、地の上にですねこのブルーのねこうアクセントがねこう非常に綺麗に効いてるんじゃないかなと思います。このブルーのねこうマルチカラーがねすごくねこうなんか全体的な雰囲気をね良くしてくれてるんですよね。その辺もねすごくねあのこの生地の特徴だと思います。はい、で次にねこの天日干し見てもらいたいんですけども、このワッシャーですね、実はこれ天日干しワッシャーということで、これはですね京都でねこの加工を施したんですよね。なので金沢で刺繍をして、で京都でね今度最後のねこう天日干しをしたということで、本当にねこう職人さんのぬくもりをねこう全面にねこう感じられるようなねそんな生地に仕上がっております。はい、でベースはねやっぱりこの綿麻のキャンブリック地になりますので、本当にこう中肉厚でね非常にこう使いやすいですね。で風合いもこう軽やかな感じなので、汗ばむ季節なんかにもね非常にねこう洋服としてもね活躍するんじゃないかなと思います。はい、以上になりますね。本当にこうこだわりどころですね、あとですね職人さんの思いがたっぷりと詰まったねこのこだわりのあるね刺繍の生地をねぜひね楽しんでいただきたいなと思います。